皆さんのゴルフスイングのどこで一番フェースが開いているかというと、ここではなく、ここでもなく、実はここなんです。こんにちは、中井岳です。練習しっかりしているのに、レッスンもきっちり先生の話を1から10までしっかり聞いているのに、ラウンドで大叩きしちゃう、ああまた今日もスライスで OB 打っちゃったな、そう嘆いてらっしゃる方多いかもしれません。で、今回皆さんが一生懸命やっているのに、もしかするとそれがスライスになってしまうかもしれないという原因が、シャットフェース。お聞きになった方は多いかもしれません。要はバックスイングにおいてフェースをこのようになるべく本来の自然な動きのように開いていかずに、クラブをこう閉じてあげるという動きでボールのつかまりを補助しようという考え方です。ですが、これ一つやり方を間違えるととんでもないスライス製造機になるんです。一番のポイントは、実際にスイングでフェースをこのようにバックスイングで開いてしまったらスライスになってしまう。それ自体は正解なんですが、実は皆さんのゴルフスイングのどこで一番フェースが開いているかというと、ここではなく、ここでもなく、実はここなんです。ダウンスイングの瞬間に上から打ちに行く、この動作が入ってしまったら、シャットに上げようがオープンに上げようが、そんなことは何も関係がなくなってしまうんです。とにかくここでほとんどの方はフェースをバッ開いてしまって、この開いたフェースがスクエアに戻ることがほぼ不可能な状態でインパクトを迎えています。ですので、ご自身のスイングの中でちょっと打ちに行ってるな、あと例えばインパクトでこういうふうに肘が抜けたり伸び上がったり腰が引けてるというような写真やムービーを持ってらっしゃる方、この方々はどんなにシャットフェースでバックスイングしても、むしろそれが結果的にはあだとなってフェースが開いてしまうという方向になります。閉じれば開きます。それを直すためには、開くからの閉じるをすればいいわけです。じゃあどのようにその開いて閉じるをやればいいのか、一番奨励したいのはもちろん下半身からダウンスイングしていただく、これにつきます。そして体の開きをなるべく抑えてあげる、これが一番なんですが、例えばもうこのままシャットフェースが少し、まあ、心地よいなと思う場合は、なるべくクラブを先行したシャットフェースのバックスイングではなく、少し手元サイドを先に動かしてあげてフェースの開きを抑えるようなシャットバックスイングを心がけてみてください。そうすると自然とこのようにクラブがダウンスイング上のスクエアにインパクトできる軌道に戻ってきます。ですので、もう一度ポイントを、まずは下半身から戻すことを心がける、そして次に少しトップの位置で自然に手元が軽くスッと寝るようなイメージを持つために、ちょっと手元を先行してあげる、このポイントを持っていただくことによってスライスは減っていくと確信するわけです。なるべくこのバックスイングだけで物事を解決しないようにしてください。